マンニトールは、糖アルコールの一種である。ヘキソースに分類され、マンノースの還元体に相当する。マンニットとも呼ばれる。高学活性物質であり、天然に多く存在するエナンチオマーは、d ーマンニトールである。ソルビトールの異性体である。ヨーロッパから中近東にかけて自生する、木製化のマンナトネリコの甘い樹液から、発見、命名された。 マンナとネリコの名はマナにちなむ。浸透圧調整剤、利尿剤であり、弱い腎臓血管拡張剤でもある。水溶液中ではプロトンを放出する性質を持つため、水溶液は酸性になる。このため、炭酸ナトリウムなど、pH 調整剤を併用することが珍しくない。主に頭蓋内圧を減少させたりと防止尿性、腎不全の患者を治療するのに用いられる。 点滴静脈注射で投与され、腎臓でろ過される。高張液として作用し、末端細管へのナトリウムイオンと水分の移動量を増加させることにより、尿の生成を促進させる。マンニトールは薬剤を脳に直接送り込む際にも用いられる。血液脳関門の動脈の物質の透過性は、他の動脈よりも高選択的である。通常、物質は、 血管内皮細胞の隙間をくぐり抜けて血管から組織中へ拡散するが、脳組織中へ拡散する物質はより厳密にコントロールされている。血液脳関門の内皮細胞は密着結合しており、通常はその隙間を抜けて拡散することはできない。関門を通過するにはエネルギーを消費して濃度を輸送される必要があり、受容体に結合できる物質のみが通過可能である。 マンニトールは血管内皮細胞を一時的に収縮させ、同時に密着結合を引き伸ばして、バリアを解くことができる。コウモル濃度のマンニトールを首動脈内に注入すると、動脈血の浸透圧が上昇し、圧を平行させるために、血管内皮細胞から水分が血液に移行して、細胞が縮み、細胞間の密着結合が剥がされる。この隙間は、 マンニトールド中後5分で最大となり30分間持続する。この時間内に動脈内に注射された薬剤は脳組織内に直接拡散することができる。この効果はアルツハイマー型地方や脳腫瘍の化学療法等の治療において脳に直接薬剤を送り込むために必要不可欠である。また糖尿病を患っている人々のための甘味料としても利用される。 負の溶解熱を持つため、キャンディなどにヒヤリとする爽快感を与えるためにも使われる。2 0ム以上の量を摂取すると歓迎薬として働くことから小児用の下剤として販売されることもある。ヘロイン、メタンフェタミンなどの麻薬の混ぜ物として使われることもある。心臓ペースメーカーの螺旋状の導線など、尖ったものを体内に挿入する際の一時的な 被覆剤としても用いられる。血液に溶解しやすく、静脈を透過するので、目的の位置に達した後時間が経つと被覆された部分は再び露出する。重篤なシがてら中毒の場合に、重症度軽減と神経学的症状、消化管症状の発現時間短縮を目的に投与されるという報告もあるが、これを支持する論文は他には見当たらない。 この用途にマンニトールを利用するにあたっては、十分な保水とともに、最新の注意が必要である。これは、シガトキシンを原因とする、いわゆる熱帯魚中毒で、脳卒中に似た症状を示すことがある。マンニトールは、非透化性の分子である。すなわち、細胞膜を通り抜けることができない。有機合成の分野においては、安価かつ、各種の変換を行いやすい点を生かし、 不正点を持つ化合物の合成の際に出発原料としてよく用いられる。d マンニト通ルのフィッシャー投影式術中、術後、外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防及び治療する場合脳圧効果及び脳溶石の縮小を必要とする場合目内圧効果を必要とする場合重大な副作用として急性腎不全と電解質異常が知られている。 0.15%に脱水症状が発生する。ありがとうございます。